レースーは、ニュージーランドの元キックボクサー、元総合格闘家、元プロボクサー。現在は総合格闘技団体、PFL の社長を務める、またエクストリームクー・トゥアで、トレーナーも務めている。オークランド出身。レースーファイトアカデミー、エクストリームクー・トゥア所属。南海の黒表の異名を持つ。また、シュワーレレナードに憧れていた影響から海外では、 シュガーフットとの異名も持つ。入場時には曲のリズムに乗って観客を煽りながら入場し、試合では笑顔を見せながら得意技のブーメランフックを武器にノーガードで打ち合うなど観客を沸かせる戦い方を重視したファイター。特にマーク・ハント戦で両者ともにノーガードで殴り合った試合は有名である。2012年には自らが社長を務める総合格闘技。 団体ワールドシリーズオブファイティングをアメリカで旗揚げし、プロモーターとしても成功を収めている。サモア系移民の家庭の下でニュージーランドに生まれ、小さい頃はカンフーを習っていた。その後、伝説のボクサーシュガー、レイ・レナードに憧れ、ボクシングを始める。18歳の頃にはすでにプロボクサーとしてリングに上がっていた。1996年12月8日、 K1 ヘラクレス96にて、K1 デビュー。アーネスト・ホーストにローキックで4キコ負け。キックボクシング初の敗戦となった。1997年4月29日、K1 ブレイブス97で、ジェロム・レバンナと対戦。先制のダウンを奪われるも、直後にブーメランフックで失神させ小勝ち。1998年4月9日、K1 キングス98で、 フランシスコ・フィリット対戦。ノーガード戦法を初披露するなどトリッキーな動きを見せたが、5R 判定1から1で引き分け。1998年5月24日、K1 ブレイブス98で、マット・スケルトンと対戦。右スネフ賞によりニティコ負け。1998年9月27日、K1 グランプリ98開幕戦の GP1 回戦で、ステファン・レコと、 対戦、3から0の判定勝ち。12月13日、準々決勝でアンディフグニに RKO 負け。1999年4月25日、K1 リベンジ99にて、アンディフグニリベンジマッチを挑むが4、R タオル投入 TKO 負け。1999年10月3日、K1 グランプリ99開幕戦の GP1 回戦で、サミール・ベラゾーズに、ご勝利。 12月5日、K1 グランプリ99決勝戦の準々決勝でサムグレコに判定負け。2000年8月20日、K1 ワールド GP2000 イン横浜の GP 予選トーナメント準決勝でシリルアビディと壮絶な主導になり、技術の差で徐々に有利になるも、アビディの膝で逆転され TKO 負け。2000年12月10日、 K-1 ワールド GP2000 決勝戦にて GP 準々決勝で武蔵に 1RKO 勝利、準決勝でシリルアビディに勝利、決勝でアーネスト・ホーストに判定負けし、準優勝となる。2001年になると K-1 と並行してプロボクシングの試合にも出場するようになる。4月29日。 K-1 ワールド GP 2001 i 大阪の GP 予選トーナメント1回戦でプロボクシングアップ部不登用太平洋クルーザー級王者にして前年には WBO 世界クルーザー級王座に挑戦していたアダム・アットにパンチで 1RKO 勝ち。しかし、腰部筋座賞を起こしたため準決勝をドクターストップによって棄権した。2001年6月24日 K1 サバイバル2001、K1 ジャパン GP 開幕戦にて、レミー・ボンヤスキーの K1 デビュー戦の相手を務め、苦戦を強いられた末に、腕と左すねの負傷によって 4R 終了時に、タオル投入 TK を負け。2001年9月2日、前線の腕と左すねの負傷が感知しないまま、プロボクシング6戦目で、チェスター・ヒューズとの6回戦マッチを行うも、 ワンツーからの左フックをまともにもらい腰を落とし、そのまま連打をまとめられて、ダウン、1R49 秒 TKO 負け。自身の K1 での人気が上昇中ということも手伝い、囲碁 K1 に専念する。2001年10月8日、K1 ワールド GP2001 イン福岡の敗者復活トーナメント B ブロック1回戦で、ミルコ・クロコップと対戦予定だったが、 ミルコ欠場により大打出場のマークハントと対戦。両者ともにノーガードで笑顔でパンチを食らいながら、殴り合う K1 史上に残る壮絶な死闘の末に、3から0の判定勝ち。しかし、試合でのダメージによってスホーが右目の視力の低下を訴え、ドクターチェックの結果、メカ低骨折の疑いがあり、決勝を棄権した。2002年3月3日。 K1 ワールド GP2002 名古屋にて、マイク・ベルナルドと対戦し、またしても、両者ともにローガードで殴り合う壮絶な死闘を繰り広げ、ダウンを奪われるも二度のダウンを奪い返して5、R 戦い抜き3から0の判定勝ち。7月14日、K1 ワールド GP2002 福岡にて、K1VS プライドの対抗戦として、ギルバート・アイブルと K1 ルールで対戦し、 右ローキックでに RKO 勝ち。2002年10月5日、K1 ワールド GP2002 開幕戦の GP1 回戦で、勢いに乗るマーティンホルムと対戦し、2から0の僅差判定勝ち。12月7日、K1 ワールド GP2002 決勝大会にて、準々決勝でピーターアーツと対戦し、2から1の判定勝ちを収める。 僅差であったためこの試合はアーツが優勢だったという声もある。準決勝でアーネスト・ホーストと対戦し、自らが蹴ったローキックをブロックされて、すねを骨折し、TK を負けとなった。大会後の会見で2週間ぐらい前に右足を怪我して、その間全くキックの練習をしてなくて、今回の試合でもキックを蹴らないようにと考えていたが、自然の流れで、 パンチとキックのコンビネーションを使わざるを得ず、痛めてしまったとコメントした。2003年10月11日、K1 ワールド GP2003 開幕戦の GP1 回戦で、カーター・ウィリアムスと対戦。セフォーの眼下低骨折の疑いでにある途中で、ドクターストップとなり判定勝利。カーターはローブローに、肘打ちと反則を繰り返しイエロー3枚で、減点1を取られたのが響いた。 12月6日、K1 ワールド GP2003 決勝大会の準々決勝で武蔵と対戦。セホーは試合前の記者会見でも3週間前に引いた病気が治らず、おかんがして体の節々が痛いと語るほど体調不良を隠しきれない中で臨み判定負け。試合後の会見では前回対戦した3年前よりも武蔵は成長していた。 自分の体調が悪かったからムサシが勝ったわけではなく、ムサシが上達し、可能性のあるいい選手だと理解してほしい。一週間前に欠場を考えたが、ファンをがっかりさせたくないのと、一年間頑張った自分のためにも強行出場したとコメントした。2004年8月7日、K1 ワールド GP2004 イン LAS ベイグスにて、マービン・イーストマンに 1RKO 勝ち。 ドクターチェックの後、手を合わせようとしたイーストマンに、セフォーがラッシュを仕掛け、レフェリーが間に入り試合を止めて、セフォーの 1RKO 勝ちとなった。会場は、ブーイングし、イーストマンは、レフェリーストップが早すぎる。俺は負けてないと抗議。その後、不満の溜まったお互いが、まだやり合おうと挑発し合い、近づいたイーストマンをセフォーが殴ったためリング上で、 セコンドを巻き込む乱闘となった。2004年9月25日、K1 ワールド GP2004 イン、東京開幕戦の GP1 回戦で、天田博美と対戦し、判定勝利。12月4日、K1 ワールド GP2004 決勝戦の、準々決勝で武蔵と対戦。僅差の試合となり判定負け。判定に、納得のいかないセフォは控室に戻る。 イのインタビューで、バカにしてるぜ。あいつは俺から逃げてばかりだった。やってられねえよ。など声を荒げて、判定に不満をぶつけた。2004年12月31日、K1 プレミアム2004ダイナマイトでケイリー・グッドリッチと対戦し、1R0 分24秒レフェリーストップで TKO 価値を収めた。2005年7月6日、ヒーローズにて、 総合格闘技ルールに初挑戦し、キム・ミンスにハイキックで、小勝利。2005年9月23日、K1 ワールド GP2005 開幕戦の GP1 回戦で、ガオグライン永ン・のラシンと対戦し、ダウンを奪って3から0の判定勝ち。11月19日、K1 ワールド GP2005 決勝大会の、準々決勝でセームシルトと対戦。髪をバッサリ切り落として、 決意の坊主頭で試合に臨んだが、3R にダウンを奪われるなど、一方的に攻められ判定負け。試合後、控室に戻る途中で人目もはばからず、悔し涙を流して号泣した。2006年9月30日、K1 ワールド GP2006 開幕戦の GP1 回戦で、ステファン・ブリッツレコと対戦、延長判定で敗北し、5年連続東京ドーム。 進出はならなかった。12月2日、K1 ワールド GP2006 決勝大会のリザーブマッチでメルビンマヌーフに 1RKO 勝ち。2007年3月4日、K1 ワールド GP2007 イン横浜でセームシュルトと、K1 スーパーヘビー級初代王者決定戦を行う。シュルトへのリベンジに燃えるとともに、前年の K1WGP でシュルトが、 K1 の象徴であるバンナ、ホースとアーツに勝って優勝したこともあって、俺と共に、K1 を支えてきた名優であるバンナ、ホースとアーツらのために戦う。と決意して、万全の体調で臨み、1R 終了間際に、シュルトからバンを奪ったものの、にあるかし直後に踏み込んだ際にカウンターパンチを受けて、失神小負け。2007年9月29日。 K1 ワールド GP2007 インソルファイナル16の GP1 回戦でピーターアーツと対戦。右ローキックでダウンを奪われ 1R が終了。インターバル終了後セフォーは立ち上がることができず、セコンドからタオルが投入され TK を負け。2008年2月、ドリームから MMA ルールミルコクロコップ戦のオファーを受けるも、十分な練習時間がないことを理由に断った。 しかし、この対戦が、同年夏に実現することを視野に入れ、総合格闘技のトレーニングを、ランディクー・トゥアのジムで再開した。2008年4月13日、K1 ワールド GP2008 イン横浜で、バダハリと対戦。1アールに3度のダウンを奪われ小負け。2008年9月27日、K1 ワールド GP2008 インソルファイナル16の GP1 回戦で、 空間先に、金素の延長の末、判定負け。これで6連敗となった。2008年12月6日、K1 ワールド GP2008 ファイナルのリザーブファイトで、チェ・ホンマンに3から0で判定勝ち。セフォーは終始、ホンマンを圧倒し、K1 での連敗を止めた。2009年になると、選手として現役は続けているものの、第一戦からは退き。 エクストリームクートゥア所属のチームメイトや極神会館の選手たち、友人であるビクトー・ベブ・フォートやラシャード・エヴァンスらの打撃トレーナーとしてセコンドにつくことの方が目立つようになる。9月25日、アメリカ合衆国で行われたストライクフォスの育成大会、ストライクフォスチャレンジャーズ3にて、ケビン・ジョーダンと対戦し、北米 MMA デビュー。 2005年7月のヒーローズ以来の総合ルールとなった。1R はテイクダウンを許すとグラウンドで攻め続けられた。しかし 2R 早々にジョーダンがタックルをした際に自ら右膝を負傷して自爆。口頭でギブアップをしたため思わぬ形でセフォーの TKO 勝利となった。2009年12月31日、ダイナマイト勇気の力2009にて、 西島洋介と対戦し、ダウンを奪い判定勝ち。2010年10月2日、K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16に欠場となったルスランカライフの代役として、準備期間の短い急なオファーで、タイロンスポーンと戦い、0から3の判定負けを喫した。2011年になると、それまで K1 を主催していたフェグが、経営不振によって、 多くのファイターへのファイトマネー未払い問題が表面化し、ワールド GP をはじめとした K1 の大会の開催予定の目処が全く立たなくなった。セフォーは K1 の未払い問題について、K1 はまだ俺に70万ドルの未払いがある。俺は最後の試合の後に彼らによく聞け。この金が支払われるまでは二度と K1 で試合をしないぞと言ったよ。 訴えたいが、法的手段に出て、彼らが破産したら、俺たちには弁護士費用しか残らなくなるから一番困る。と、海外メディアで語り、日本のメディアでも、俺のファイトマネーは9年のうち7年間は、理由もなく減額されるなどして全額払われることはなく、特にここ4年は見払いがひどく、総額では70万ドル以上になると主張している。ただし、谷川は、遠くイベント、 ライブワイヤーにて格闘技ライターに言及され、多くのファイターに対して見払いがあることを認めたものの、セフォーの主張に対しては、あれはムカつく。こいつには全部払ってますよ。ピーターアーツとの大きな差だよね。何も被害がないのに言う人と、被害があるのにじっと耐える方と、訴えればいいじゃん。と語っている。それを伝え聞いたセフォーは、俺の目の前で言ってみろ。 もし俺の手元にマグナム45があったら、前段を谷川に打ち込んでやる。と激怒した。2011年2月12日、ストライクフォス、フェイド VS、シルバのヘビー級、ワールド GP トーナメントのリリザーブマッチで、バレンタインオーフレームと対戦し、ネッククランクによる一本負けを喫した。7月1日、アントニオイノキが主催する、プロレス団体イングフに、初参戦し、 初代イグフ王座決定トーナメント1回戦でエリック・ハマーと対戦し、敗れた。8月27日、イノキゲノム、スーパースターズフェスティバル2011にて、プロレス2戦目を行い、モンターニャシューバに反則勝ち。2012年3月10日、クロアチアで開催された、クロコップフィナールファイトにて、キックボクシングルールで、ミルコ・クロコップと対戦。 お互い大きな決定打はなかったが 3R 判定で、敗れた。2012年11月3日、ネバダ州ラスベガスで、レイセフォー自ら社長を務める総合格闘技団体、ベソフの旗揚げ大会を開催。2013年8月11日、ベソフ4にて引退試合を行い、デーブ・ハッカバと総合ルールで対戦。2R に、セフォーが金網材で攻撃を受け続けると、 レフェリーが試合を止めて t k を負けとなった。2018年6月、正式に現役引退を発表した。ブーメランフックと呼ばれる四角から飛んでくるフックをフィニッシュブローとする。決まるのは特にカウンターが多い。ちなみに、ブーメランフックという異名は、セフォーの強烈なフックを見た格闘技通信の記者が漫画リングにかけろの主人公、高根隆二の必殺技である。 ブルメランフックを重ね合わせて、記事を書いて、以来、セフォーの必殺技として定着した。対戦相手が連打もしくはキレのある攻撃をすると、ふ、と声を上げ、とにかく嬉しそうにいい笑顔を作ると、もっと打ってこいと言わんばかりに挑発する。余裕のある時、もしくは追い詰められた時、このいずれかの場合にノーガード戦法に入ることが多い。ありがとうございます。